現代の私たちはどんなに気をつけていても有害物質を体内に溜め込んでしまっています。健康で美しい体でいるためにはその毒素を排出しなくてはならないようです。ダイエット効果もあるそうなので今回はデトックスウォーターを作ってみました。私はミントとレモン、キウイを使いましたが、お好きな果物で作ることができます。材料はミント適量、レモン1/2個、キウイ1/2個、ミネラルウォーター 500ml、お好みでにがり大さじ1です。果物を適当に切ります。別な容器に材料を入れます。ミネラルウォーター 500ml を注ぎます。マグネシウムがたくさん含まれているにがり大さじ1を入れるのもおすすめです。冷蔵庫で 4、5 時間置いたら出来上がりです。水筒に入れて持ち歩くこともできますし、とても簡単にできるので、お忙しい人にもおすすめです。